僕のターン、ドロー。僕は強欲な壺を発動。デッキから新たに2枚のカードをドローする。暗黒騎士ガイアとカースオブドラゴンを融合。僕はこれでターンエンドだ。俺のターン、ドロー。俺はデブだから、ヒカリアとイグニスターを召喚。二人の効果発動。デッキからイグニスターアイランドを手札に加える。現れろ、闇を導くサーキット。リンク召喚、リンク1、リングリボー。俺はフィールド魔法イグニスターアイランドを発動。自分のメインモンスターゾーンにモンスターがいない場合、レフだからレベル4以下のアットイグニスター1体を特殊召喚できる。イグニスターアイランドの効果現れる。ポヨンアットイグニスター。召喚されたドヨンの効果発動。墓地のアットイグニスター1体を手札に加える。さらに俺は継続魔法ウクリアルを発動。1ターンに1度フィールドのアットイグニスターを遠足魔法カード扱いとして自分の魔法トラップゾーンに表側表示で置く。そしてイグニスターアイランドの効果を再び発動。現れろ光。2人の効果発動。そして遠足魔法譲り合いの効果を発動。1ターンに1度モンスターが特殊召喚された場合、魔法トラップゾーンとアットイグニスターを特殊召喚する。メインモンスターゾーンに戻ってこい、ポヨン。デッキからイグニスターアイランドを全部に加える。我よ、闇を導くサーキット。召喚条件は闇属性を含むサイバーストップのジャッサン隊。安寧開脚、世界に散らばち闇夜の英知、我が手に集いパチパチ手の力となれ。リンク召喚、リンク3、ダークナイト、アットイグニスター。イグニスターアイランドの効果発動。これは手札のアチシュー特殊召喚。モンスターのリンク先にモンスターが特殊召喚されたとき、ダークナイトの効果発動。そのリンク先に光とドヨンを特殊召喚する。これ闇を導くサーキット。召喚条件は炎属性を含むサイバーストップモンスター2体以上。炎の大河から蘇りし魂、灼熱となりて他に燃え上がる。リンク召喚、現れろリンク3、ファイアフェニックス、アットイグニスター。さらに手札から魔法カードアイマインを発動。自分フィールドのリンク3以上のアットイグニスターの数だけドローする。全てをさばく三本の矢。
ージまで防いできた。トラップ発動、ダークホライズン。キカラ、レベル4のモンスター1体を特殊召喚する。僕はデッキより黒き森のウィッチを守備表示で特殊召喚。じゃあ俺はさらにダークナイトで攻撃。さらに僕は黒き森のウィッチの効果でデッキから守備力1500以下のモンスター、ダークナイトの効果発動、よみがえれ。どうよ、僕はこのカードを発動したんだ。ミラージルーラーは相手バトルフェーズ中に自分のモンスターが全て破壊された時に効果が発動するカード。このターンのバトルフェーズで破壊された自分のモンスターとライフをバトルフェーズ前の状態に戻し、その後ライフを背を払う。俺はカードを1枚捨てて、僕のターン。魔法発動、マジックカード天よりの宝札。互いのプレイヤーは手札が6枚になるようドローする。速攻魔法マグネットリバースを発動。僕は手札からブロックマンを守備表示で召喚。このモンスターを召喚、来いブラックマジシャン。さらに僕は黒く森のウィッチの効果でデッキから守備力1500以下のモンスター、行けブラックマジシャン、ブラックマジック。トラップ発動、相性。攻撃力の合計がクロックドラゴン以下になるようにエクストラデッキからサイバーストックを自分フィールドのリンク先に特殊召喚し、バトルを終了する。
リアクリボー僕はマシマカロンを守備表示で召喚破壊されたマシマカロンは分裂復活できるバトルだウィンドペガサスでアタッククラミロロックボムジャッジメントアローズの効果倍の4600になる特殊効果発動バトル続行だ行けライトドラゴンアットイグニスター